平成22年11月29日月曜日、総理大臣官邸で第8回となる地域主権戦略会議を開催しました。その後、国会に移り、天皇皇后両陛下並びに秋篠宮同妃両殿下のご臨席のもと、議会開設120年記念式典に参列しました。総理大臣官邸に戻り、第4回となる待機児童ゼロ特命チーム会合に出席し、岡崎内閣府特命担当大臣、少子化対策から国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消先取りプロジェクトの趣向を受けました。その後、第4回となる国内投資促進円卓会議に出席し、日本国内投資促進プログラムについて話し合われました。続いて、拉致問題対策本部第4回会合を開催しました。夜にはバングラディシュのハシナ首相と会談を行いました。その後、両首脳は国際社会と南アジアの平和と繁栄に向けての強固なパートナーシップの拡大と題する共同声明に署名しました。30日火曜日、国会内で第9回となる地球温暖化問題に関する閣僚委員会を開催しました。続いて、島根県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたのを受けて、鳥インフルエンザ対策本部の初会合を開催しました。その後、食と農林漁業の再生推進本部の初会合を開催しました。この本部は高いレベルの経済連携の推進と、我が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興等を両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を講じるため内閣に設置されました。今回の名称にはですね、食と農林漁業の再生という言葉を入れていただきました。今度こそ日本の農業が世界に誇れる、また力を持った農業として再生するよう、全閣僚の皆さんの本当を心からお願いして挨拶とさせていただきました。総理大臣官邸に戻り、日韓議員連盟の渡辺会長、韓日議員連盟のイ会長をはじめとする日韓韓日議員連盟による表敬を受けました。その後、国連開発計画 UNDP のクラーク総裁らによる表敬を受けました。続いて、食と農林漁業の再生実現会議の初会合を開催しました。12月1日水曜日、総理大臣官邸で連合の古賀会長らと会談を行いました。その後、北方領土隣接地域振興対策根室管内首長連絡協議会会長他による表敬を受けました。続いて、日本放送協会の福地茂雄会長らからデジタル放送の日における地上波デジタル化状況の報告を受けました。夜には、食と地域の絆づくり選定賞授与式で祝辞を述べました。2日木曜日、総理大臣官邸で沖縄県の中島知事より挨拶を受けました。3日金曜日、総理大臣官邸で予算編成に関する閣僚委員会を開催し、事業仕分けの結果報告等について話し合われました。4日土曜日、
千葉県を訪問し、野菜の生産から加工販売までを行う農事組合法人の農場で、野菜栽培場、野菜カット工場、バイオマスプラントなどを視察した後、農業関係者と意見交換を行いました。農業からこの加工から、あるいは食としてこのサービスする、そういうところまで見通した中でのいろんな活動をされている現場を見させてもらって、やっぱりこういうやり方が十分に意欲のある皆さんにとってはやれるんだなという、まあ、そういう意味では大変ある意味でこの心強い思いがしました。5日日曜日、都内のホテルで開催された公益財団法人日本生産性本部主催の私たち生活者のための共通番号推進協議会の発足シンポジウムに出席し、挨拶を行いました。